はい、皆さんこんばんは、よさんです。皆さんこんばんは、ジョーさんです。よっちょタイムズです。よろしくお願いします。ゴールデンウィークもね、はいはいはい、終わってまあだいぶ経ちますけども、はい、どうでした？楽しかったです。楽しかった、はい、何したんですか？親戚の子と遊んでました。うわ、いいね、こういうアピールしてるね。アピール？僕はもう本当にずっと怪我したけどね。なんか怪我したらしいですよ。怪我した、遊びまくって。すごい、いとこと、いとこは結構年齢、いとこの子供、鳩子なのかな。鳩子っていとこのいとこちゃう？あ、そうか。で、いとこの子供って何？僕も知らないですけど、ちょ、関係性よくわからない人と遊んで。あ、そうだ、はいはい、親戚ね、親戚と遊んできたんですよ。で、まあ、地元の方に帰ってたんですよ。そうですね、熊本の方に戻ってまして、で、ちょっとね、ヨッサンからもリクエストがあったんで、はい、今回帰らんかったもんね、ヨッサン。僕今回はもうずっと大阪にいましたね。ちょっとこれをね、ぜひと、うん、いうもんね。僕あの、まあ、熊本で好きなお菓子があるんですよね、うん、でそれを食べたいので買ってくださいって、うん、買ってきてくださいっていうふうに言って、うん、まあ、買ってきてもらったんで、まあ、ちょっと紹介しようかなと思って。これあの黒糖ドーナツ棒。黒糖ドーナツ棒、はい、あの株式会社富士バンビさんが熊本の有名なお菓子ですね。地元になるんですよね。あれですよね、あのなでしこのどっかのチームが富士バンビが書いてる黒糖ドーナツ棒が書いてる。それで有名だったっていう。確か確か澤さんとか、ね、澤さんがいるところのチームがなんか富士バンビのやつつけてましたね。まあちょっと僕も食べてるんですけど、だいぶ中身ないんですけど。これだいぶ食べちゃった、はい、太陽からも持ってますし、なんかでもドーナツよりかちょっとね、か固めなのね、歯ごたえがある。そうですね、はい、まあまあ、なんかサーターアンダギーしか。ああ、ですね、サーターアンダギー系統。そうそうそう、系統的にはで、黒糖。うん、なんかこういうの結構、九州他にもあったりしますか？鹿児島でも、かりんとうまんじゅうって。へえ。なんか黒糖なんか、かりんとうみたいになってる、そのこういう棒状のやつ。あ、まあ、そんなのもあったし、結構僕、それ好きなんですね。僕一人でちょっと食ってますけど、20本以内ですね。僕、そうね、ほぼ僕が食べてます、ね、個人としては、まあ、会社の人たちを分けてもらえればって思ったんですけど、はい、え、ほんま言うんだろ言うて、まあ、ちゃんとね、予算のデスクの上に置いてましたから、その会社の、会社へのお土産だもんね、別にね。わ、俺のと思って俺のってね、1個だけ分けた、1個だけ。あ、そうそう、分けてた、1個だけ分けて。食べますか、食べますか。いや、みんな食べるか聞いたのに食べへんだから言うからさ。そうだね、マジ。いただきます。あんま好きじゃないっしょ、でもどうなんすか。あんま食べんのかな。うん、あ、うん、甘い。うん、これ甘いのがいいです。コーヒー飲むやったら結構合うと思いますけどね、うん、一般的にね。いやいや、何がやねん、急やねん。何を強要してる僕はもう大阪、まあいましたけど、で大阪時代にあの友達だった子とかと、まあ、また遊んだりもして、うんうんうん、なんかいろいろありましたけどね、うん、まあ僕が大阪の中学校に行ってる時の、まあ、同級生の子で、まあ、僕はヨッサンなんですけど、モッサンっていう友達が、うん、まあ、いるんですよね。で、まあ、その彼がまあ来とって、ほんで、まあ、僕とかって今こう動画とか撮ってるわけじゃないですか。だからまあ、それなりに編集とかまあできるわけですよ、一般の方よりは。まあ、音楽入れたりとか字幕入れたりとかできると。と、うん、いうことで、その子まあ2年ぐらい付き合ってるまあ彼女がいて。あら、2なんやね。2年、我々みたい1やないやん。いや、そう、もう2ですよ。2で、まあ、一人暮らしをしてたんですけど、はい、まあ、彼女と同棲するために引っ越しもして2になると。2にもう完全に2になると。で、今まで 1K かなんかとなんかすっげえ広い 2LDK か 2DK か忘れましたけど、そう、結構気合入ってんね。 2DK やったから、まあ多分もう結婚して一緒に住むっていう、まあ、そのままね、まあ、同棲してそのまま結婚できるようなところに、まあ、引っ越しをしたもうしたんだよねと。で、あとは彼女がまあ入居してくるだけという状態だったんですよね。聞いたことどっかで聞いたことある話ですね。そうそう、まあ、なかなか古傷えぐる話かもしれませんけど、まあ、そういう状態で絶頂ですよ、幸せで。まあ僕は動画を撮れるということで、まあ、結婚式の時にじゃあ流すムービー撮ろうと。ああ、はい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 。で、まあ 僕とモッサンで、まあ、よもうタイムズみたいな感じで、まあ、撮らせてもらう俺がいる間に、語呂悪い、よもうタイムズですとか言いながらね、
まあ撮って、まあまあ二人でこうやって、まあこれからまあ同棲していくと思うけどみたいな話とかね。ね、ちょっと感動できちゃいます。そうだよね。そのもう同棲する前からも結構考えてましたよっていう。あーでも嬉しいかもね。じゃ新平の愛中がね、まあちょっとまあちょっと語ってよと。で俺結婚式で編集して流すからっていう。ああ。あの話をしてまあ一緒に撮ったわけですよ。あの時、大阪行った時にもうって感じでね。そう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 、カノンさんとか嬉しいですよね、うん、ちょっとそういう感動とかもあるのかなと思って、うん、でまあまあそういう話して、はい、あ、いいね撮ろうよっつって、うん、でもそしたらもうすごい喜んでて、はいはい、で任してっつって絶対編集するからとか言いながら、はいはい、まあ、撮って、うん、ほんで、まあ、まあいい感じで撮れて、うん、で僕もちょっと、まあね、V チェックとかしながらいいやんいいやんっていう、あ、まあ、感じの、ね、動画撮れたわけですよ。ちゃんとメッセージもね、はい、伝えてね、伝えてと彼女さんやね、うん、あー いいわ。結構なんか献身的な彼氏だよね。まあまあまあ、まあ、なんかこう喜んでくれるっていうようなことをこうしてくれるっていうね。結構なんか友達とかにさ、そういう風に言われたら、いやいいよとかさ、うん、その照れ隠しとかでさ言っちゃうところを、あ、もう撮ろうって、うん、すごいなって。いやだから僕もすごいやっぱり、まあね、ずっと仲良くさせてもらってますから、うん、まあ応援してた、人でもありますし、うん、ああやっぱ自分よりも先行っとるなとか思いながらね。ああ、なるほどね。でもまあまあ、でもそれでもひがむとかは別にないじゃないですか。まあ祝福できますよね。まあ普通に嬉しいし、で撮ろうっつって、まあその撮って、はい、ヨモタイムズ、ヨモタイムズ撮って、はい、であのおもつさんがまあその撮った2日後かな、うん、にまあ宮崎の方に帰りまして、ああはいはい、ゴールデンウィークでまあ帰って、うん、でまあそのよっさんと動画とか撮ってみたいな話とかをするつもりだったみたいですね。そのまあこのそういう動画撮ったっていう話じゃないけど、ネタバレはせんけど、うん、こう大阪でねってなんかそのよっさんと会ってなんかその撮影の現場見に行ったんだよねみたいなことを言おうと思ったんです。一緒にまあ動画とかちょこちょこ見てくれてはいたみたいなので、あ、そう、はい、でもそれをまあぜひっていうことをやったんですけど、まあ帰って、はいはい、でモッサンが LINE が来たんですよね。あ、宮崎に帰ってモッサンから、モッサンが、はい、まあちょっとね、帰ってからしばらくしたかな、うん、LINE 来て、よっさんと、うん、別れたわって来たんですよ。えってなったんですよ。んんってなった、そうそう、んやね、ほんまにんってなって、んってなって、はあ、あ、別れたの。いや、ちゃうんだから、そういうやつなんですよ。なんですかね、冗談中か、それよう言うんすよ。あー、なるほど。はい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 、だから撮ったのにみたいな、振り聞かしたやろ俺みたいな、なんなんみたいな、で思って、はいはい、電話したんですよ、うん、いやおっさんと、それ振り聞いてるわみたいな、わ、うん、かる、なんやそれみたいな言ったら、いやマジやねんって言って、いやさって、ゴールデン帰ってさ、うん、話したらさ、うん、なんか同棲とかはちゃうみたいな、別に結婚とか考えてないみたいな、どうやったら情で付き合ってただけやからみたいなこと言われて振られて、ああ、だからそう、別に別れようって急に言われたらしくて、ほんまにもう、ちょっと待って、でもさ、うん、その 2LDK か 2DK か、その、まあ、その、そうです、結婚を意識したところに、まあ、転居、はい、するっていうとこまでは話は進んでたんでしょ。だから一緒に住むって話でしょ。でしょ。でも先にもさ、入居して、あと彼女が入居待ってる状態、うん、これどっかで聞いたことある話なんですけど、でそれで入居するかなと思ったら別れることになったって感じで、はあ、いやね、これ本当にひどいですよ。いや、やっぱね、一緒のタイミングに入居せなあかんよっていうことですよね。そう、先に待っとったらあかんよ。いや、なんかもう、いや、あかんことはないと思うけど、びっくりしてね。マジでやばいね、やばいって。情で付き合っててこれきつない、なんか、ああ、なんかさ、嫌われる何かを、うん、せめて、そうね、見つけて、ああもう嫌い、もうちょっと、もうどうせもなしって言ってほしいよね。どっちか言ったらね、もうせめてね、向こうの嫌なとこ見つけたよね、情で付き合ってたからって言われたらしくて、えぐみたいな、ほんで、この広い家どないすんねんって言うてました、電話口に。ああ、まあでもそうなるよね、うん、そう。いやだからもうね、ほんとね、そういうのやめてあげてほしいね。怖い、今も。まあね、信用できないね、それ聞いたら。まあ、実はね、あのモッサンの名前ってうちの動画前の方に一応だけ出てるんですけど。あ、あの挨拶か。そう、確か。そうそうそう。うちのこの挨拶が、あの皆さんこんばんは、よさんですっていうか、ね。皆さんこんばんは、よさんです。で、チョコビンチャンネルです。
よろしくお願いしますって言うっていうふうに決めたのがモッサンだったんですね。プロデュースしてくれたんですよ。あいつそっちの方がいいんじゃないみたいなこと言ってくれてっていう経由とかね、あった。まあちょっとある意味宇宙チャンネルにとっては恩人のような、そうです、まあ、方なんですけど、うん、もう彼女くらいで、あら、まあ完全にモッサン飲み行こうね、飲み行こう、本当にね、だ前も言いましたけども、やっぱ2ってのは難しいやなと。上きついね、上きつい、2は難しいやわ。いざどうせってなったらやっぱ考えるんちゃう。そうね、まあ、マリッジブルーに似たような感じ、あいいのかなと、うん、思ってる。私一歩前に進んでいいのかなとかね、うん、いやもうほんま言わせてもらうと、どうせや、どうせゴールデンウィークに地元の友達帰ってきて、そこでなんやかんや言われて別れるって決めたと思うけど、どうせいやどうせやで、ほんまそんなん、あ、そのなんか周りのやつが言うたやで、あ、近況報告の中でね、ああ、どうせな、周りのやつが、どうせ、ほんまにどうせそう、まあでもいや絶対そうやから、このタイミングでっていう、パタってこうなるっていうのはやっぱ考えちゃうよね。ゴールデンウィークの期間になんかあったら絶対そうやね、絶対なんか昔好きやった男が来たかもしれんしね、あ、同窓会ラブ的なね、うん、振り返しちゃった的なね、 あったかもね。あー、でもそれはね、あるかもね。でそこでなんかこういい感じだった人がいたんじゃん、そんなんかもしれんし、なるほど、周りの女がギャーが言うたんかもしれんけど、はいはいはい、まあちょっとそれはひどい、ちょっとまあ思いやりがねないよね、そのなんていうかな、こう確かに、うん、そのいや一が言ってもあれなんですけど、うんね、まあ、まあそこはねちょっとあの置いといて、気持ちとか、うん、感情、好きっていう気持ちがどうなのかっていうとこじゃなくて、一応大人なんで、もう僕ら、まあ、そうじゃな、そうやな、そうそう、お付き合いの仕方ってきっと大人なお付き合い方が、付き合い方があるはずなんです、うん、その特にこういう別れ際とか、うん、もう大事ですよ、そうそうそう、だからなんかなし崩し的にこうずるずるこう引っ張っ関係引っ張っちゃってるとかだったら、うん、そうやって関係が進展する前にちょっとこう一つ結論出しとくとかね、うん、だから、まあでも別れを言ってくれただけまだね、ああ、その調査の場合はバイバイで音信不通だったからね、そう、だからこっちの場合は来るかどうかが分からないだったから、うん、あ、来ないことになったわがなかったんで、うん、それはそれで結構しんどいはしんどいですけど、まあどっちがいいとか悪いとかないけどね、まあ、まあそこはやっぱ大人としてちゃんとやろうよということですね、そうですよ、あの皆さんもね、あの恋愛という意味でね、あの1から2になるっていうのは非常に困難なんだなということが今回やっぱ明らかになったということです、僕の中では。あ、僕は同棲したことはないので、はいはい、で全く分かりませんけど、ジョーさんは結構同棲はねしたことは、ちょっと待って、結構同棲したことはねってなるとさ、はい、ちょっといろいろ、はい、そ, うそういうことじゃないないですけど、僕は同棲してたことはありますからね、うん、そうそう、悲観的な話を、あ、そうね、うん、あ、そうですね、うん、はい、確かにだからそこで2になるっていうステップをこう継続することができたわけじゃないですか、はいはいはい、それは結構すごいじゃないですか、うん、で僕はまだ1のままずっと来てますので、だからまあぜひね、同棲とかもまあ考えるんだったら引っ越しもちゃんと話し合ってそうやった方がいいですよと、もうちゃんと別にコツコツ2人で進めていく、うん、なんかどっちかが先に行くじゃなくて2人でちゃんと、今回の動画もでもおっさんに捧ぐ動画かなと思っておりますので、おっさん、はい、元気出して、本当にあの恋愛ね、僕らも頑張りたいし、はい、そもそもね、頑張って視聴者の方も、うん、早く身になる、早すぎるのもでもどうかなと考えて、いや、だから一回ちゃんと考えて、ね、考えて考えて本当にいいのかってちゃんと相談し合って、そうそうそう、お互いに、ね、うん、決めていこうというところでございます、うん、はい、はい、では本日はこの辺でありがとうございました、ありがとうございました、本日も動画ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、もしこの動画気に入ってくださった方はぜひグッドボタン、またチャンネル登録お願いします、よろしくお願いします、このチャンネルは Twitter も配信しております、皆さんぜひお気軽にフォローしてみてください、よろしくお願いします、お願いします。